田中幸喜です。さあというわけで、どこに来てるかというと埼玉県飯能市に来ております。今日はねちょっとねいつもと違ってなんか知らない人がいると思うんですけど。はい、知らない人ですあの誰かというとこう14年ぐらい、そうだね、14年ぐらい前からの友達で結構知ってる人もいると思うんだけど、俺未確認生物捕獲ツアーとか行ってたんですよ、プライベートで。頭おかしいツアーに行ってたんですけど、その一緒に行ってたミステリー友達を連れてきました。自己紹介。どうも、ミステリー友達のたん、ね、ミステリー友達とロケに来たんだから、せっかくだからミステリーツアーをしようかと、心霊スポットに、ね、来ました。ハタトンネルにやってまいりました。なんかね、ここにはね人面犬が出るっていう噂もありますんで、一緒に撮っちゃおう。捕まえよう。捕まえよう。どうせなら捕まえようと思っております。心霊スポットをぶっ壊す。ぶっ壊す。ぶっ壊す。なお、ここ結構有名なところなんで、結構いろんな人が集まっちゃって、近隣の皆さんが迷惑してるらしいんで、来る際はお静かに、楽しんでみましょう。ここね、カーブミラーが進んでいくとあるんですよ。で、カーブミラーを振り返ってみると何かが映ると。何かっていうね、すごい抽象的なんだね。そうだね。そう、何かは映るからね、だってミラーだからそうだね、俺か、そうだよ、俺かお前か俺か俺以外からそうだねちょっと俺ら笑いすぎて、ふざけすぎてる多分。そうだ、ちょっとそろそろはい、見つけました、噂のカーブミラーなくないですかミラーのないカーブミラー振り返ってみて、ちょっと振り返ってみてみて振り返ってみて、なんか映ってる、オレンジすごいオレンジでした。あ、まあ、だからふざけすぎてるってちょっと先してくるか。あ、いってらっしゃいああいうやつが死ぬんだよね。ダメ怖い何もない、何もない。そうだよな、暗いとやっぱ怖いな。いや、あれあれじゃん。あ、これはこのカーブミラーじゃない？このカーブミラーだね。ケラーって書いてあるよ。いやいや、ケラー不良が下であろう落書き読まんでいい振り返ってみんでいい映らんからプロ。あ、映ってる映ってる。道がね、もう結構ね木がバキバキに倒れてる。あれ果ててるね。行っていいよ。で、出てれって。なんで普通なん？俺はやらんよ。でもちょっと待って、なんかだんだんと狭まってきてるんですよ。いや、そういうもんでしょ。ちょっとくぐって。え？先行って。俺カメラ持ってるし、呪われたくないから。あー、来た。え？来た。めちゃめちゃ、ちょっと先行ってきて。ちょっと先行ってくるわ。ちょっと入り口まで入って、ちょっと行ってみるわ。あ、でも、やめた。やばい、やばい、やばい。トンネル。これ。ちなみに言うと、やばいんだよ、やばい。
トンネル入ってきたんですけど、ここは出口で自殺をしてしまった方がいる。さあ行ってみましょう。怖くないこれ、このツタ、でも何もねえな。まあ何もねえとこに来たからな何もあっちゃ困るとこに来たからな帰りの方がやっぱ見えやすいな。あ、本当だね。行きなんであんな見えなかったの。マジで暗闇に向かってってる感じだったよね、うん、なのにライトは帰りすごい、ライト同じだぜ同じだよ、光量も全部一緒だよ、これすげえ見える全然映んなかったもんね、うん、行き何これ。怖い。お前がただつまずいただけだ。俺が怖い。お前がつまずいただけだ。誰の何のせいでもないが。お化けに謝って。お化けのせいっぽくしたから、ほらこの距離でも見えるもん。ほんとだね、さっきのリンボーダンスの下り返してほしいね。もう一回リンボーダンスしとくね何かが映るカーブミラーケーラって書いてあるね。だからだから不良が書いた文字読まんでいい。もう一個カーブミラーあるいやないんじゃない、もういやだってあそこだってミラーはなかったから。ないんじゃない、もうあそこミラーなかったから。あ、なかったね。そうだよ、だからあれじゃないカーブミラーがあるはずだから。何かが映るからね。そうだよ、あとあれ映らないカーブミラー。映れないもんね。そうだよ、映らないカーブミラーだから、うん、
映る何か振り返ってみたら何かが映る鏡だ。検証してみよう。検証してみよう。うん、第そうだよ。何かが映るはずだろ。ネットの噂によるとね。映らなきゃおかしいんだろ。ネットの噂ほど信用できるもんないから、ね。俺らが一番分かってるもんな。俺一番信用できる。そうだよ。違う。ネットと文章一番信用できる。本当ですよ。あと部下と実話するとか一番信用。じゃあ俺振り返って見てみるわ。オレンジかな。人みたいなことね。あ、なんか黄色く光ってるからびっくりした。美味しそうな気分。食べて食べて。心霊スポット行って帰ってきたら死んだって言われるから。新しい心霊スポットになりましたあれは30って書いてある。知ってるね。俺には20って見る。じゃあお前が病気だわ。正解。違う、見え、俺だけ見えてたわ。これお前20に見えた。20に見えた、ね、マジ呪われてんじゃん。あれ30だ。銃少なく見える呪いにかかってる。こんなに何も映んないともう一本になる。これ何かどうかは編集の腕次第。俺の編集次第だよこれ。オッケー。ちょっと兄貴じゃない。兄貴の名前だ。こんなところに長男の名前だ。そうだよね。なんて罰当たりの先に来てたんだね。兄弟だな。兄弟だね。心霊スポットかぶりつまらんわ。兄弟で心霊スポットかぶりつまらん。 あとこれ一人で来た方が面白いな。しんどいじゃん。明かりなしで一人の方が面白くない。明かりなしで一人は本当にしんどい。絶対しんどいし、なん YouTube である意味があるのかって話。お前さ、これ持って一人でも買えると。あれはね、電池とか危険性とかもね、本当に行ってこいみたいな感じやめて。予備の電池とか渡さないで。あるよ。予備の電池持ってる。大丈夫です。悪いことがあった場所、悪いことが起こる場所って考えて来るっていう、そのみんなのマイナスな気持ち、それが心霊スポットに何かしらの力を与えてるのかもしれないね。間違いない。人間前向きに行くよ。あと人面犬のことすっかり忘れてるし。あ、そうだ。全然人面犬なんか、うん、人面犬のことすっかり忘れてる。いて野犬。そんなんで来る？ペディグリータム持ってきてないの。でもさ、どっちなの？味覚は人じゃない？上が人だから。そう。だから。じゃあ嗅覚、じゃあ嗅覚も人。じゃあペディグリータムいいとこねえじゃん。不便なだけじゃん。じゃあ。じゃあ犬草よりジョジョエンサラダの方が食いつくってこと。嬉しい。ああ、なんだ。さあ、というわけでね、埼玉でもかなり有数の心霊スポットのトンネル来てみて、やっぱ本当にすぐ恐怖におののくことになりましたね。おののいたね。本当に何も起きない。
前のヤムやねヤムやねもうすぐ多分トンネル。もうすぐ多分トンネル。もうすぐ多分トンネル。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。その他リクエストなどもお待ちしております。